インスタのやつメンションするの忘れた。今は今日初めてのご飯を食べてます。ガッパオライスです。めっちゃタイヤッホー。やっぽそうじゃん、今日チーム S のコンサートか。え、大丈夫タイミング的に。今何時？何時からやるの？ん？じゃあ大丈夫だね。今そっち6時とかでしょ。ちょうどいいやん。今の見て、チームエースのコンサート見て終わり。そう、ひなの前座ってこと。なんかこれリップつけれないの。ご飯食べてるからさ、リップ取れちゃう。早く会いたいが増してく。ほんとそれ。研究生の前座もあるか。じゃあ、ひなの前前座だ。前前座ね。前前座。でもなんかさ、いつもなんか辛いの入ってんの。ここのさ、なんで笑ってんの自分。怖。なんかさ、ここのガパオライスいつも美味しくて頼むんだけど、前なんとなく唐辛子抜いてくださいみたいなお願いしたの。そしたら今回も抜かれてて、なんか覚えられてるみたいな。うん、絶対そんなことはないの。ひなのが間違えてニョキニョキしちゃったのかな。ちょっと覚えがない。前回と同じメニューのかな。タイ語だから読めないけど。のむちゃん何時に帰ってくるの？間に合うかな、みんなのコンサートに。もしかしたら出るかもしれないよ。楽しみにしてて。何が起こるか分かんないからね、マジでみんな人生。ね、今楽屋かもしんないじゃん、これ。なんとも言えなくない？
なんかジャパンっぽくも見えるし、なんか今日めっちゃ指パッキンの調子いい。前髪切ろうか迷ってんだ今、迷い中。見て、うわめっちゃタイヤンと思うの紹介していいじゃん。見て、スープこれで届くのやばくない？これす、熱っ。スープなんだけど黒で届くの、めっちゃタイ。なんかもう驚かないけど、タイっぽいなって感じ。破れたら終わり。今日本当に何もしてない顔ね、やばい。でもリップ もうほとんど取れてるもん。最悪だよ。眉毛も描いてない、カラコンもしてない。お疲れ様です。こっちはまだね、4時なの。やばくない？なんかね、生活がね良くなりすぎて、生活めっちゃいい生活してるから、その起きる時間的な一日を長く感じる。今日って平日？何飯？一日飯。こんな何来たの？うん、そっか、仕事なのかみんな。確かに普通仕事だよね。なんか何も考えないでなんか始めちゃった。本当に何も考えないで始めちゃった。ご飯食べようと思って
や今日の一日を話すと、まず朝起きて部屋の掃除してお洗濯して、で今日はちょっとやることがあったからやることやって英語の勉強して、うん、今に至るわけなんですけど、はい、でこの後もやることがあって、やることして、英語の勉強して、やることして、ラジオです感じ。忙しい、毎日忙しくて毎日充実してるけど毎日大変、頭が。うん？で今そのご飯タイム、朝はヨーグルトと、あとなんかマンゴーの、いずりのさんがねくれたね、マンゴーの美味しいドライフルーツを食べたね。美味しくて、今4時なんだけど、それがもう夜ご飯と昼ご飯。もう食べてしかないから、本当にみんなね、食に関しては心配しないでほしい、マジで。一回も当たってないしね、ご飯、食事系。うん、すごい、ひなのってこんな丈夫なのみたいな、弱いと思ってたの。可愛くなってないしね、しかも太った太ったよ、うまい。しかもなんかさ、ほんとみんなね、あれだよ、何に落としたっけ、なんか、ね、太ったかもわかんないのね、なんか体重計とかないから体重乗ってないし、なんか筋肉が落ちた、多分筋肉が落ちたかも。だからなんか閉まってたのが、なんかね、筋肉っていうのがなくなった。うん、なんか女になったみたいな、女になりました。なんか言おうとした、忘れた。青海ひろみさんどうだった、なんか青海ひろみ、ステイの青海ひろみはもう眉毛ヘルシーみたいなヘルシーって感じだった。の感じ。今日は Wi-Fi 頑張ってんじゃなくて、 Wi-Fi 使ってないのも、なのの携帯の命を削ってやってる止まっちゃうから。
あれ次が残ってるから、マジ欲しいんだけど。そういうのあったらいいのにね。送れますみたいな。サラマサラマとソラソラもあるの。いいな。スラマとスラマスラマなんだっけ、スラマとマランスラマとマラン。あ、時間帯的に。ハロー。ハローって本当便利。うん、お疲れ様です。皆さんお仕事終わりとかですか？ただただ日野がご飯食べてる動画です。ご飯食べてるとこちょうど見たいことあんの。どういうことだよ。でもあるよね、見たかったでしょ。知ってた。だからショールームしたんだ。見たかったでしょ。お腹いっぱいになっちゃったんだけど、せっかくスープ買ったのに。何のロスだった？かわいい。今日おしまし入れます。皆さん聞いてください。わかりましたか。うん、見てブラックコーヒーいつも飲んでる。やばいよね本当にさ、本当にさ、ミノノって本当に、いやでも今回はミノノのせいじゃないよね。お腹いっぱい。スープせっかく買ったんだよ。今じゃあ今入ってきたばっかの人に見せるねスープ。これめっちゃ美味しいの。なんか見た目はさ、いまいちかなと思うやん。いや、もう正直思ったよ、最初はね。みたいな、普通に。やっぱ袋で届くんだ、みたいな。マジか、みたいな感じだったけど、もう食べたらほんと、うまーみたいな。ほんとに。ほんと、食べてほしいって思うぐらい。お腹いっぱい。なんかせっかく買ったのに。もったいない。もったいない。も
ったいないって言って食べちゃうの最近。わかる、これ一人暮らしあるあるなんじゃない知らんけど、どう思う？なんか今まではさ、お腹いっぱいって言ったらさ、親が食べてくれたりとかさしてたわけじゃん。だけどさ、うん、今はいお腹いっぱいって言っても食べてくれる人がいないわけ、えみたいな。でもったいないみたいなってなるよね。言ったらもう食べるしかないみたいな気持ちになっちゃって食べちゃう。でもお腹いっぱいなんだよ。意味わかんなくない？普通に泣きそう。でもお腹いっぱいだから今日はやめる。お腹いっぱいだからね。赤いリップならね、じゃあさすがに色なさすぎるから。なんかこのリップ色ないの、あんまり。そう、自然的にそうなっちゃうよねみたいな。ちょっと待って、お腹いっぱい。でも本当になんか今日めっちゃお腹いっぱい。いつもならでもったいないからみたいな気持ちになれるけど、今日もったいないからって気持ちになれない。ね、もったいないよ、もちろん。それは知ってんだけど。ちょ、一回休憩みたいな気持ち。わかる。わかるよね。パッパ。お腹いっぱいだと思う。スープ保存できないから困ってるけど、だから今まだ5時、4時なのね、こっち。一旦まだ4時じゃんみたいな、一回考えようみたいな感じです、ね、よいしょ。メイク変えたっていうかメイクしてないです。何もしてないわけ今。本当に何もしてないの。本当になんかさ、眉毛ぐらい描けよみたいな気持ちになる方もいると思うんですけど、すいません、書いてないみたいです。かゆい眉毛も書いてないし、髪の毛も触ってない。朝起きてからこれねだし、本当助けてほしい。お、ダイヤモンドオール入場したって、感想教えてね。もうすぐ1名すれば始まるの。でも確かにもうすぐか。なんかひなの多分みんなとね時間の価値観違うんだよね。でも肌の調子ね、なんかひな最近思ったのが、なんかマジで食生活狂ってんのに肌だけはなんかね本当に大丈夫。本当になんか本当にそれだけが救い。なんか本当に食生活狂ってんのね、本当に狂ってんのに肌だけはなんかなんでってぐらい、なんでってぐらいすごいちゃんと保ってくれて、もう本当にそれだけが救い。ありがたい。じゃあ今日も可愛いって、優しいねみんな。ひなのひなの史上コンディションが悪い状態なのに可愛いって言ってくれる。
汗かいて老廃物ね、このそうなのかもしんない。くん最近食べてないの。トムヤムくん、トムヤムくんは最近食べてないな。思いなのはトムヤムくんじゃないわ、ガパオかカオマンガイばっか。あと最近なんかね、地方のスパゲッティ食べた、名前忘れた、カタカナ弱いから高菜弱いか忘れちゃった。てってってんてん。パスタ日本と違う、分かんない、その一緒じゃない？なんかみんなが、みんなが思ってるよりなんかそんなに差ない、マジで。本当だよこれ。コンビニはセブンがいっぱいある。お疲れ様です、お疲れ様です。セブンがいっぱいあるイメージ。タイ米が美味しいのよね。だから今のも来る前にタイ米は日本と全然違うから、なんか違うよみたいな話を聞いて、みたいなと思って結構ビビってきたけど、全然美味しいんだけどみたいな。喉も全然絶好調。今日は日本語、いつも日本語しか喋ってないよ何語も喋れないのになの。マクドナね、みんな全然違くてびっくりした。でも一個あの TikTok、 カードリップスの TikTok で今その国、みんな国がさ違うからこそさ、なんかそのマック、マクドナルドでもあれなのね、みんななんか言い方が違うのよ。でそれの TikTok を昨日上がったんだけど、なんかもうそれがなんかもう日本人がめっちゃ滑舌よくてびっくりしちゃった滑舌よく聞こえない？普通に言ってんだけど、普通に言ってんだけどなんかちょっと違うみたいなね。なんもこれが KFC っていうわKFC、そうね、あるんだね。でも確かに今はもうケンタッキーとかマックとかはさ結構あれだけど、モスとかも
モスって日本のもの？モスってどこの海外のもの？すごい KUC は恋するフォーチュンクッキー、確かにすごい新発見だね。え、日本なの？え、すごいね、すごいじゃん、拍手すごいね、みんな普通に言ってたよ。お、え、今すごい今変な感じした。あ、自分がね、わって、今一瞬時止まった自分の中で。お腹いっぱいだからかな。こんばんは。なんか今マジで脳みそが一瞬ね、グランって。なんか一周したマジでびっくりした。ウラメシアはそっちなんて分かんない。ウラメシアなんていうの？サーティワンあった気がする、確か見たことある。はじめまして。イナモが好きになりすぎてたでしょ。いなくなってから気づくんだよ、そういうのって。1時間経ったらやめます。好きが増してる、嬉しい。なんか離れてても好きが増すっていいね、素敵。寂しすぎるよ、だって早く会おうね。会えるの楽しみにしてる。見てたらお腹が空いてきたって、どういうこと？お腹空いてきたの？毎日スマホケースにひなのと一緒。
ちだから寂しくない、かわいい、外しちゃダメだよ、毎日ひなおちゃんのこと考えてるよ、かわいい、みんなかわいい、どうしたの、最近ショールームしてなかったから しなきゃと思って、みんなと喋りたかったし、うん、早く会いに来てね。迎えに来て、みんな、こんばんは、絶対インスピレーション見てる、絶対インスピレーションいっぱい見て、そう、もまめがね、そう、ひなのが最近思うのがもまめがないから、なんかみんなになんか近況報告みたいな感じがさできなくなっちゃってさ、なんかモバメなくなってから気づいた、モバメの重要さ。なんか今なんかみんなに例えばめっちゃ嫌なことあって、じゃあ最近めっちゃ嫌なことがあったのね、めっちゃ嫌なことがあって、あマジムカつくみたいなあった時にみんなに言いたくて、いやよっかなみたいな感じで言いたいけど、なんかそういうのがそのできなかったから、なんか悲しかった。なんかあるじゃん、言いたくなるとき。でもなんかそれをツイッターとかに残したくなくて、ひなのはね、個人的になんかメールだからこそできたことみたいな。そう、そういうのがなくなったから、なんかちょっとみんなに、なんて言うんだろうな、なんか何も言えずことを覚えた。初見ですだって、ありがとう、もまめの授業、びっくりした、怖いんだけど、普通になんか普通になんか落ちたものが、置いてあったものが落ちたの。やだん、ね、怪奇現象だね、後で拾うね、どうせあともうちょっとで終わる、ね、物が落ちたの、ね、なんかちょっと
タイミングだよね、タイミングが。でもそういうの信じないもん。そういうの信じないからね。思い込まなければね、そうならない。だからみんないるかもって思ったら終わりなの。もう触れないの、そういうの。気にしない、触れない。とりあえずなんで今日は、とりあえず皆さん押し増し聞いてください。押し増し聞いてください、楽しいです。わかった？ラジオね、こんばんは。今どこにおるんや、どこでしょう。クワドリップス、お、初見の方がクワドリップス知ってる、嬉しい。毎週聞いてます、いいね。今日ひなの出ちゃうよ。でも絶対この感じじゃん。なんか前よりさ、前もさ、なんかさ、すごい自由にやってっていいよみたいな感じだけど、なんか今日ひどそうだな、なんか嫌だ、気をつけるね、礼儀正しくね、自分。 In Hi from JKT。 おー、 Really? Hi I'm ひな、Nice to meet you。 ね、おしましも久々だから嬉しい。さまさまってさ、簡単だからさ、めっちゃ覚えてんだけどさ、どういたしましてなのね。どういたしましてって何かしないと使わないじゃん、困るよね。なんかさ、簡単なさ、インドネシア語ないの。とりまかしー、とりまかしー、てりまかしーってありがとう、てりまかしー、こんにちは、てりまかしー、てりまかしー、てりまかしー、ありがとうか。さまさま、あとは、あとは、何がある？教えてよ、何かない？インドネシア語。スラマッパギ、え、スラマッパギってなんだっけ。スラマッパギ、スラマッパギ聞いたことある。違う、第五それ。コップンカーとマイペンライカーは第五なの。スラマッパギってなんだっけ。スラマッパギって聞いたことあるの。でもスラマッパギ is、おはよう。あー、めっちゃ日本語上手な人いんだけど。
スラマッパギスラマッパギグモーニングか。え、すごいんだけど。 Hi from SK from Hi from SK48 from SK48 かのファンか。 Hi I'm Hina スラマッパギとりまかしさまさま。 I'm like songs SK48 thank you please listen 絶対インスピレーション you know I'm center center's song please listenI know. Wow, thank you. I know that song. Wow! I'm so happy. Thank you. 絶対 inspiration. Yes. It's pretty good song.ね、聞いてくれてんだって。めっちゃ嬉しいんだけど、普通に。あ、取り任し、取り任し。こんばんは、こんばんは。そうか、みんなもう今仕事終わりなのね。ちょうどちょっと早く始めすぎたね。何も考えてなかったの、本当に。こんばんは、やっほー。でももうすぐ終わっちゃうけど、でも来てくれてありがとね。その優しさに乾杯。チアー頑張ってください。だってまだ仕事中の人もいるのね。 Are you in Bangkok? Yes, I'm in Bangkok. Bangkok is very hot and good, much good food. Yes.It has various food. I love Thai food.確かにコンサート始まる前には終わろうかな。 Just like Indonesia, it's a lot.It is also... Oh, really? Oh, I know because Fanny teached me. Yes, hot in Indonesia too. Yes. But I like hot place. I like summer. Hope you're doing very well. Yes, please support
for us. Qualips fighting.なんか理解はできんの、話せないの。ね、時間が解決するんだって。だからいいんだ。時間が解決してくれるんだって。パナス is hot. What's パナス？パナス？What's パナス is hot. パナスってなんだろう。What's panas? Indonesia? Hello, こんばんは。Panas. I see. Panas.話I want to go to Bali. I wanna go to Bali. I wanna see the beautiful sea.My dream. こんばんは、こんばんは。Please visit. Yeah, I wanna look to JKT48 concert. My dream to JKT48 concert and Bali. My dream. I wanna try.今日は誰も卒業アップしませんよ。確かに。全然喋れてないよこんなん。全然喋れてないの。でもね、いや一個言いたいのは、いや私マジでスタディって過去形が Y が IES に変わるんだけど、それすら知らなかったし、 Does って何みたいな、 Does って Do の三人称単数みたいな、そうなんだみたいなレベルの人がね、ここまでこうやって理解できたのはもう成長ね。1ヶ月マジで。だってもひなののこのノートね見て、これ英語のいろいろ書いたノートなんだけど、このノートもあるし、結構これひなのが書いたこのノートもあるし、こうやってね覚えた単語だったりとかね、いっぱい頑張ってんの。あと他に日記もやってるし、頑張ってます。そうだからいいの。でしょ。でも過去形とか全然わかんない。 ESED つければいいんちゃう的な。おもちゃ、それか I did teach とか。
こんな頑張る人ではなかったの。頑張る人だった、もともと。勉強は頑張ってこなかったけど、本当に。ブラックコーヒーです。でもとりあえず適当に話してみようみたいな気持ちいつも。ではそろそろ終わりたいと思います。もう1時間経ったと思う人、すごいですねイエース。 Awesome. I'm awesome. 拍手 Please Please hand clap to me, okay? Please hand clap to me. さやすかかむって何？あと1分だって。ひなの笑顔は世界別。そうだよ。 My smile is world See you again, see you again。 ひなちゃん大好き。ひなのもだよ。もう終わっちゃうの。ひな、Why don't one come Indonesia with Femi? I wanna go to Indonesia. Wait, please wait. I wanna go to Indonesia. I will go to Indonesia. And it's sometime. Yes. Sometime. Wait. Please wait, okay? And please support for Quad Leaves. We will wait you. Yes. Thank you. Terima kasih. Please wait, okay? Thank you for watching me. See you. Terima kasih banyak. See you. Of course, we are support qualities. Thank you. I love you. Good night. See you.